皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。今回のゲストは荻村さん、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、もう今回何回目ですかね。結構いや、ありがとうございます。すいません、ね、私のあのちょっとね、私のピンチヒッターとしてもね、出演していただいた、代打あります。ありがとうございました。メイン MC でありがとうございました。ちょっと今日花粉症がひどいですか。あ、大丈夫です、大丈夫です。はい、まあでもね、はい、結構もうあれでしょ、来てますよね。敏感な方は大変だって言いますよね。はい、もう来てるんですか。うん、そうなんですよ、来てますよ。そうなんですね。あ、全然大丈夫ですか。すいません、進めてください。全然申し訳ございません。申し訳ございません。いかがでしたか、荻村さん、今日は。いや、楽しかったです。ボートレースの方は地区戦楽しいなと思って、はい、ただオンエアでも言ったんですけど、結構なんか選手としては少しやりづらさみたいなのあるのかなと思って、どうなんですかね。そうですね、ただお正月レースとかもありますし、地元の選手戦いに慣れていますので、逆にやりやすい面もありますし、雰囲気はやっぱいいですね。ピリピリ感はそれほど感じないですし、いつもより思い切ったレースっていう印象ありますね、地区戦は。でもあれかな、そのいつも SG なんかにこう行っちゃう強い選手と一緒にこう戦えたりして、はい、その地元の後輩の皆さんなんかもなんかレースしながら勉強になるというか。そうですね、A1 級でも G1 にあまり呼ばれない選手っているんですよ。やはり定員みたいなのがありますので、した時にですね、やはり地区だけで固まるので、そういった選手も出ることできるんですよね。なのでそこでアピールの場としてはですね、十分利用というか、まあ、名前を売るチャンスですよね、若手は。四国とか中国はですね、 A2 級の選手も走ってるんですよ。ちょっと A1 の選手が定員割れをしているので、なのでやはり見せ場っていうかですね、チャンスは十分ありますね。実際四国地区戦は A2 の選手が優勝したこともあるんですよ、過去に。すごいですね。そうなんですよ。なので、楽しみは全然ありますね。クラシック行けちゃうもんね。はい、ということでですね、今回 の番組内でやりましたハートビートボイスがあったんですけど、近畿地区戦の先取り情報を渡辺さんに教えてもらうということで、はい、他の選ばれなかった選ばれなかった3択ありました。番組内でできなかったものもやりたいと思うんですけど、2番人気の 34.3% の注目レーサー、渡辺さんに今回教えていただきたいです。本当に優勝あるんじゃないかと思ってるのは吉川選手なんですよね。吉川元博選手なんですよ。はい、やはりですね、ちょっと去年はですね、スランプではないんですけど、なかなか勝ちきれなかったんですよ。ただですね、地区戦3度優勝していますし、でそしてクラシックはですね、19年20年連覇したこともあるんですよ。この時期やっぱ強いんですよ、2月3月っていうのに。開幕ダッシュを決めるタイプだと思っていますので、3位はクラシックの権利を持ってないっていうことを考えると、本人はめちゃめちゃ気合が入ってると思うんですよ。髪型もびっくりしました、私。吉川選手、吉川選手結構さ、今なんかオールバックっていうか、こうなんかさあのプロフィールの写真が結構パーマすごいかけてた感じになってたんですけど、オールバックのイメージだったけど、なんかイメチェンですかね、さっきのあったんですよ、あれと思って。こわもてですけど、めちゃめちゃ優しいですからね。ねえ、気な人。でも渡辺さんの予想が流れが良いので、吉川選手も来るんじゃないですかね。そうですね、先週ですね、長嶋智弘との対決やったんですけど、で長嶋さんが2本当てて僕1本で負けたんですけど、そしたらですね、その後の YouTube ライブで、お前あんまり当たらん長嶋に負けんなよってめっちゃ言われたんですよ。確かに、っていう叱咤激励を受けましたので、確かにちょっとそれからですね、やっぱ気合が入ってますね。よかったです、気合入ってます。よかった、だからもう長嶋さんのおかげと思ってもいいです。よかった、早めにやっといて ね、 ね、じゃあね、対決を。はい、そしてですね、今日はなんと双子の日ということでね。そうそうそう、双子さんが教えてくれたんですよ。2月5日双子の日なんですって。はい、びっくりした。確かに2と5だから、2と5、双子、私たち双子。そうなんですよね、すごいいい日ですね、今日。いや、いい日はだって個人的にだね、もう一つありますね。もう一つ、あ、
3周年記念です。3周年記念です。ちょっとご自身の口から。まさか番組内であの荻原さんが言うとは思ってなかったんですいやおめでたいんですから。そうなんですよ、あの3回目の結婚記念日。おめでとうございます。あ、おめでたい。まあ何もないんですけどね。全然奥様へどうぞ一言、うん、なんかカメラ目線で、はい、何こういつもありがとう、はい、これ家族で再生回数になっていただかないといけない。そんなあります。はい、はい、せっかくなんで 4年目もよろしくお願いします。今夜急いで帰るからね。いや、今日浜名湖まで行くんですよ移動なんで、あのそんな暇がなくてですね。忙しい。しょうがないですよね、うん自分の記念日って何ですかね。結婚記念日は覚えてますよね。はい、11月1日、うん、はい、わんわんわん素敵、うん、ピンピンピンで、おー、いいですね、はい、そういう時何かこうあったりする、気合い入ったりするんですか。いやいや、でも一応何ですか、あの意外と、はい、これどうなのかな、男性ってそういうちょっとこう記念日に疎い。あ、うん、いや女性よりは確かにイベントとか記念日とか、うん、女性はもうすごい重要なんですか。はい、ですよね、はい、だから我々あの忘れないようにしないとね。でも浜名湖行っちゃうんだから、はい、まあ、代わりに当てたからね今日は、ね、仕事はちゃんとできたんですよね。仕事はこなしましたと思ってますでも あれでしょ、浜名湖から帰ってきたら奥様とケーキとかご家族で、あ、お祝いね、どうですかね。毎年あの食事行ってたんですけど、うん、あのもうちょっと子供が生まれたのでなかなか子連れで、うん、あのディナーが行けないの で、ね、ちょっとなんか考えないといけないのかなと思ってます、ね、うん、まあお花買うとかですかね。うなパイ、うなぎパイ、うなパイ、これあの番組始まる番組始まる前に磯山さんに言われたやつです。うなぎパイね、うなパイって言うんですね夜のお菓子うなぎパイねギーしか取ってないうなパイ、ギーを省略するっていう新しいな。全部言えってことですよね。そうですよね、うなぎパイね、すいません、いやいやいや、何かしらですね、何かしらね、何かしらね、ちゃんと何かしらしてあげてください。はい、そうですよ。ということで今回のゲストは荻原さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。皆さんお疲れ様です。お疲れ様でした。バイバーイ。番組本編は概要欄をチェック。ポッドキャストで1週間限定見逃し配信中です。見てねー。